はい、今日はですね、朝から、自宅裏のですね、川に来ております。はい、庭にね、横に川がついてまして、そこにね、河原に来ております。はい、今日はこちらでですね、朝食を、取りつつ、少しね、雑談をしていきたいなと思っております。さて、まずは、娘のね、リクエストの卵焼きをね、よいしょ、あ、サイカフェマン。でこう何人の祭だね。ロロ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 。何人祭何だね。何人のね。まあいいよ。全然ない、毎日な、全然。オーバー。ファイマイン。あ、ほどほん。あ、ヤンギリゴ、ヤンギリゴ。ああ、オッケーオッケー。購入したコーヒーをね、コーヒー豆引いて、はい。長い。いいまい。やっぱね、豆が新しいとこうふーっとね、膨らんでいくんですね。あの豆がね。非常にでね、香りもいいですね。はい、かなりね、好みの豆でございます。はい、わ、みかちゃん金米、みかちゃん金米、うん、あろーい、たまい、うん、外で食べる食べ物はやっぱ美味しいね、何でも。うん、コーヒーもうまい。うん、まあこれもはやキャンプと言ってもいいかもしれませんね。うん、キャンプ場に行かなくてもキャンプができちゃうという。あ、そうそう、うん、今日ねちょっと雲が出てますね。寒気の空じゃないですね。雨季の空が戻ってきた感じで、はい。
雨はね降ってませんけども、ちょっと雨季っぽい空ですね。まあ週末なんか連休ね、あんまり天気が良くないみたいなことを言ってましたね。で実際寒気になりましたっていう発表がまだないんだよね、うん、チーチーなんかない、たましゃーばー、暗い子まいへん、まいない、うん、あ、気にかない、チーあー、ほら、はっぱい、はっぱい、バイドワイ、バイドワイ、うん、現代っ子だね。あの自然の中でおしっこがなかなかできないね。おい、まいへん、うん、うん、うまい、うまい。嫁さんは、嫁さんはあれですね、これバーミー、バーミー自分で何にも具が入ってないっていうね。でね、これ今そこで、はい、収穫した、はい、パパイヤね、パパイヤですけども、こちらでソムタムをね作るそうです、これから。はい、お、クアン。そう考えるとバナナはなるし、パパイヤはできるし、野菜はできるしね、死ぬことはないだろうね多分、うん、あれ、あ、うん、あれね、チュアあれね、うん、あ、マッキー、あ、そうそうそう、これね、タイの醤油みたいなね、卵とかにかける、うん、これチュアあれな、クワ、あ、これチュアあれな、クワクワクワ、タケシクッキンタン、めさえ、マイマンかん、めしゃいめしゃい、まあめしゃい、たけしクッキングがレクレクあちゃ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 、ロンハイ、ロンハイ、ない、めしゃい、なんほほん、あー、にまんくーくー、これもまたなんか、あ、これポテト、めしゃい、ポテト、おー、わーめ、めしゃい、わーん、うん、わんポテト、おー、まあポテトの種類みたいですね、芋の種類みたいですね、チュアライナ、え、プワッ、プワッ、発音が難しい。これも今畑で取ったよね。これ何？パイ、パイやんや。ああ、なんかね、ああ、ポテトみたいにして焚き火のところでね焼くみたいですね。はい。こんな感じか。何？さつまいもみたいな感じか。焼き方としては。なるほど。ペッチャブンはね、もうこの間18度になりましたからね、結構温度、気温が落ちてくるのが非常に早くて、めっちゃ寒くなってきてますから、みんなね、あちこちで焚き火してますよ。タイで焚き火って信じられないと思いますけども、これからの時期はね、あちこちでみんな、あ、あー、これか、これ見えるかな、これ後でリンク先ちょっとね貼っときましょう。はい、こういうね、野菜ですね。はい、畑で採れた収穫です。はい、あー、うん、はい、ですね、嫁さんがね、バナナが大きくなっているんで収穫に行くぞということで、取材に来ております。はい。でね、これ長細いバナナね、これ。これね、僕が植えてね、育てたやつですよ。苗から一本の。で、もうこれ根元見てもらうと、ね、根元にこんなに生えてるんで、次から次へと今
できてますね。これでね、甘くて、まあ日本人に受けがいいよね、このバナナね。はい、甘いです。はい。でこちらも結構ね、はい、なかなかでかいバナナがなっております。はい。いろんな種類をね、混ぜながら収穫しております。でね、これはちょっとちっちゃめだけ、おじい。これがちょっとね、ちっちゃめですけども、はい、これ結構甘いです。はい。おお、ね、パパイヤ、マラコ、ね、収穫してソムタムですね。はい。まあここはですね、畑、おお、おお、すごいすごい。あ、もうこれ上が黄色くなってますね。これも収穫ですね、完全に。はい。これは食べられますね。はいはいはい。クライタン。カメラマシャのカメラマンみたいな。マシャのタイム。オッケーオッケー、じゃあジア、ほら、タケシさん。マイマイ、ほら、ドゥ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 。ドゥティニーで。うん。おー、これ、タムダイワ？レックパイン、レックマーナ？キャナン。おーい。これ、危ないね。絵がないよ。これやーくな。マイミヤンニャン。あんたらや。これね、絵がない。これ危ないでしょ。タイの人ってね、みんなこういうので。まあ、今ね、弟が、奥さんね、奥さんが子供ができたんで、バンコクの仕事からペッチャムの仕事に帰るみたいで、戻ってきたので、非常にですね、弟が結構整備してますね。はい。よいしょ。おお、これでかいわ。はい、今収穫した。よいしょ。お、もう、よいしょ。ああ、なくまる。うん、オッケーまい。よいしょ。よいしょ。それでね、これバナナのね、これ汁が結構垂れてきてますけど、これがね、結構かゆくなるので気をつけてください。はい。よし。よいしょ、よいしょ。皆さん、ヌスットがいました。皆さん、ヌスットがいましたよ。あーあー、めだーい。あーあー、めだい、あ、めだい。悪いってことはね、分かってんだよね。うん、おでも食うね、やっぱね。うん、お腹空いてんだね。今ですね、収穫したバナナを、いただいております。うん。甘い。うん。甘い甘い。これからですね、嫁さんが収穫したパパイヤでソムタムを作るそうなんで、その時間をですね、利用させていただきまして、雑談をね、少ししたいなと思います。はい。まあ、何の雑談がいいかなと思いますが、はい。そうですね、そうそう、
今月ですね、かかった生活費をね、少しお話ししていきたいなと思います。はい。